こんにちは。ということで、レイレイ、もろもろね、試したんですけども、一周回って、ソロモン、アルセーヌ・ソロモン、サル、これにしました。で、これ、EL ソロモンにつけないと、残るんですよ、めっちゃ、横感したときに。なんで、もう、天魔ね、自分、3回とも、初回から全部制覇してるんですけども、EL は残り1個っていう状況で、ちょっとね、めちゃくちゃ迷ったんですけど、まあ、経由さんの期間、残りめっちゃ長いので、もうやってやろうと思って、残り1個、EL 使いました。その結果、この編成めっちゃいいわ。うん。個人的にもうレイレイは、これでやろうかなと思ってますね。はい。なんで、ちょっとね、まあ EL もったいなかったんですけど、まあ残りの10日間ぐらいのために、もう EL 使ってあげようかなと思いましたね。もう天魔ね、計算終わってすぐ来るんで、まあまたすぐ EL ゲットできるよねっていうことで、もう使いました。基本的に、このパーティーのめちゃくちゃいいところって、アルセーヌの EL をつけることによって、雑魚処理がね、EL 平明紋章とかで解決するんで、めちゃくちゃ楽ですね。あとソロモンでボス火力だけ出せばいいだけなので、まあ、若干その経由差の倒しづらさっていうのはあるんですけども、まあ、ソロモン2体入れることによって、まあ、結構ね、ボス火力っていうのがめちゃくちゃ取りやすくなりましたね。で、3P のソロモンに関しては前配信で言ってた対光つけました。はい。なんでね、まあ、近畿でね、もう今期もらったらすぐつけちゃうくせね、どうにかしたいんですけども、まあ、ここはね、ちょっと効率、重視というか、もうこの編成結構ね、駆け抜けてもかなり楽しいので、まあ楽しさかつ効率重視で、ちょっとね、もろもろ、もったいないんですけども、付与しましたね。はい。なんで、僕はちょっと配信でもね、この編成触っていこうと思うので、今後ともね、よろしくお願いします。はい。ということで、以上、まあレイレイのね、パーティー変えましたよっていう動画でした。バイバイ。